茅野のしげざねげ15年1月14日は、江戸時代前期の武士、赤穂藩浅野氏の家臣、通称三平。打ち入り前に忠敬のはざまで自陣した赤穂藩氏として有名。廃人としても知られ、配号は、源泉。父は、茅野のしげ旗本、大島義屋の家老、茅野のしげの三男。兄に、茅野の道、茅野の七之助がいる。 姉も二人、妹も一人いる。茅野氏は、源氏の子孫で、鎌倉時代から戦国時代に至るまで、摂津国茅野村に領地を持つ豪族で、地名を生として、茅野氏を名乗っていた。江戸時代になり、美濃国出身の旗本の大島氏に、仕えることになり、茅野重都氏は、その所領である、倉橋僧の大官を務めた。遠方三年、朝野長則が、 父長次家の後を継ぎ、阿公藩主、匠や玉となる。同年茂座根が、摂津家屋の帝で生まれる。幼名右平次。上京四年茂座根が十三歳の時、父の主人を大島義金の推挙を受けて、張馬国阿公藩主、浅野長則に中古将として仕えた。大島家と浅野家は、同じ山が祖皇の門下生であり、かねてより親しかったためである。 元禄十三年の後半藩の文言帳によると、座根は多義清志串下の中古省で、金十二両二分三人ぶちとある。しかし、元禄十四年三月十四日休つ前、主君の浅野長典が、江戸城少子王廊下で、平義仲に人情に及んだ。浅野家の江戸上屋敷で事件を知った座根は、早見光隆と午後江戸を出発、早かごで事件の第一歩を赤尾へもたらした。 江戸から湖まで、普通の旅人なら17日、飛脚で8日かかるところをわずか4日で走破している。この道中、3月18日に、西国街道沿いの茅野の堤を通過する際、前日に亡くなった自らの母親正満の葬列に、偶然にも出くわし、同行の早見光隆に、一目母子に会って行けと勧められるも、お家の一大事と涙ながらに振り切り、 使いを続けたとする逸話がある。3月19日未明阿公到着。阿公到着後は、大石義雄の偽名に加わる。金出本中心蔵の早野寛平4月19日の阿公城会場後、4月下旬頃、京里の摂津国家屋の村へ戻ったが、江戸へ下ることを願った茂金に対して、父の茂都市から大島家へ主観するよう強く進められる。 しげざねを、朝の家に推挙した大島家は、平家とのつながりの深い家柄でもあり、同志との偽名や九州への忠義と父への孝行との間で板挟みになったしげざねは、元六十五年新稲村吉田家の姉、古今を訪ねた、明る一月十四日未明、主君の月命日を、自分の最後の日と決め、京都の山品の大石義尾に衣装を書き、その中で同志と共に約束を果たせぬ罪を浴び、 かつ、同志の奮起を祈る心を述べ、自人死した。去年28。今も、山根の自生の苦秘が切腹した長屋門西部屋の横に残っている。晴れゆくや日頃心の花曇り県線赤楼市の墓所のある千楽寺には、山根のものとされる供養碑が建てられている。また、彼の実家である、 茅野の三平宮廷の長屋門は国道171号沿いに現存し、大阪府指定文化財となっている。また、茂座根の墓石は、原文5年来た原長吉と茅野の茂吉によって建てられたが、美濃市民病院建設のために山中から地里下藩に移され、茅野の三平宮廷の500メートルほど南に位置する茅野の家の墓地内にある。兄重は、 重げの中止を痛み、親族の茅野のおさを重げの養子としてその、病石を継がせた。長吉見の死後は、重道の諸子、茅野の有をさらにその養子に入れて継がせている。後年事件をもとに制作された、奏本中心蔵では、は野の勘平とされ、腰元のおけと駆け落ちをし、最後は自害して果てる悲劇の人物として描かれている。なお、船橋一作、 新、中心蔵や NHK 大河ドラマ、原読両覧では、兄の茂道から、旧阿光藩士らとの付き合いを咎められた上に折棺を受け、それを国自害するという筋になっている。茂ザが阿光に主観していた、状況、原読時代は、松尾芭蕉などの多くの廃人が出て、徘徊が盛んな時代であった。江戸廃壇の中心人物であった水間千と門家の大高 神崎のリアス、茅野茂真の技量は、当時の徘徊人にも広く認められ、その作品は、文、よもぎが、三上銀等の廃所に収められている。また、茅野一族の中には、茂真の他にも兄、茂道をはじめ、母の弟、藤家坊とその子三つさ北川原高昌、小畑自左門、北河原の方や等の多くの優れた廃人が活躍し、乱風編、 新ー州、茅野草、グサ、休憩編、何は桶子達等の廃所に多くの区を残している。西国より江戸に通じる唯一の幹線道路に面した広大な屋敷に堂々たる武家長屋門を構えていた。現在、茅野三平記念館、県選定として屋敷屋と及び長屋門が保存されている。当時より現存するものは茂ザが切腹したとされる長屋門のみで、 県選定は、屋敷後2991年の史跡の寄贈を、木に翌年に、見直しが立てたものである。西国街道に関する資料の展示コーナーや、区会や茶会などに利用されている。ありがとうございます。